本日メインイベントの2人にちょっとお話を聞きたいと思います。まずは今回ねイノベーションの大会でメインイベントを、まあ、初めてだと思いますけども、井上龍太選手、意気込みを聞かせてください。イノベーションで初めてメイン話してもらうんで、一番盛り上がる試合をしたいと思います。そして次につながる試合をしたいと思います。はい、対する高幸選手はね、キャリアで井上選手を大きく上回る、しかも他団体でチャンピオンベルトを巻いたこともある選手ということで、まあ、事実上若い井上選手の挑戦を受けるような形になりますけども、その辺どうでしょうか。井上選手はきっとイノベーションで近い将来チャンピオンになる選手だと思っているので、まあ、そういう選手と早い段階で試合できるのは嬉しいし光栄なので、メインイベントをしっかり盛り上げて終わりにしたいと思います。はい、じゃあ両選手、コロナ禍でねもっと本来はいっぱいお客さんが来てほしいところなんですけども、なかなか地方からね来れなかったり中で、まあ、大会開催できるんで、応援に来てくれる人はもちろん来れないでね、自宅で応援してくれてる人もいると思うんで、そういう方々に、一言お願いいたします。コロナの中でも来ていただける方にいいものを見せる熱い試合をしたいと思います。お願いします。はい、メインなんでしっかり盛り上げて会場の皆さんに、気持ちよく帰ってもらえるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、
2分経過。
26、ジャッジ翔30対26、ジャッジ北地30対27、以上3対0、3対0をもちまして、勝者は青コーナー、高井くん。勝ちました、高井選手には勝利者賞が贈られます。